点点点タイム点の合計点数を競う一人ずつの採点ないし、ワールドカップなどでは二人で同時に滑る、トーナメント方式のデュアル競技もある。用具において、一般のゲレンデスキーと違う点はストックがかなり短いこと、ブーツや板のフレックスが柔らかいこと、スキーをずらしやすくするため、サイドカーブがあまりないこと、コブを滑る際に、 前後のバランスがシビアなためスキー板が、やや長い点などである。全日本スキー連盟の仕様では、以下のようになっている。選手は、上記のコースを滑り降りる間に2回のジャンプを行い、空中で、規定の技をいくつか組み合わせた演技を行う。前後のエアは同じ組み合わせであってはいけない。2002から2003シーズン以前はブーツが頭より、 上に来るような技は禁止されていたが、2003から2004シーズンからは、ルール改正により、新たにオフアクシスやフリップ系の技が認められ、よりアクロバティックになった。小数点、第2位までの計算で、ターン点、エア点、スピード点の3つの要素を合計して満点が100点である。7人制、または5人制で、ジャッジが行われる。このうち、エアジャッジが2名。 ターンジャッジが7人制では5名、5人制では3名である。ワールドカップ、世界選手権、オリンピックなどの大きな国際大会では7人制、その他の国際大会では5人制で行われる。日本の国内大会では全日本選手権のみ7人制でそれ以外の大会は5人制となっている。ターン点は3名のジャッジの合計点で、 それぞれのジャッジが20点満点で採点するため、合計で最高点は60点満点となる。7人制では5名のジャッジがターン点をつけるため、5つのジャッジポイントの最高点と最低点の2つをカットし、真ん中の3つのポイントを合計したものをターン点とする。ターンの質は、基本的に以下の4つの項目を基準に採点される。エアばかりが注目されるが、 上記の通り実際には得点の20%であり、60%はターン点で決まる。小数点第1位までの採点となり、0.0から20.0の200段階の評価になる。0.1から20.0までを8つの評価グループに分けて採点する。基本的に減点法であり、ミスのないターンであれば、減点はないが、ミスがあったり、 点灯したりした場合は減点される。エア点は2名のジャッジの平均点で1人のジャッジが20点満点で採点する。さらにモーグルでは2回のジャンプを採点するため1つのジャンプの満点が半分の10点となる。3回以上ジャンプをした場合は良い2つの点を採用する。また1回しかジャンプをしなかった場合は1回分のエア点しか得られない。 エアジャッジは0.0から10.0点の100段階の評価になる。0.1から10.0までを2.0刻みで5つの評価グループに分けて採点する。現在は技によって難度点が決められており、ジャッジはこの0.1から10.0の中で点数をつけ、あとはその技に難度点をかけたものが1回分のエア点となる。この計算はコンピュータ上で行われる。 スピード点は、コースの長さを、女子は8.2メートル毎秒、男子は9.7メートル毎秒で割ることによって、男女のそのコースでのペースタイムを決める。この計算式でいくと、ペースタイムと同じタイムで滑った場合は16.0点となる。ただし、この計算式で点数が20以上になっても、満点の20を超えることはない。長野五輪記念貨幣モーグルの起源は、 1960年代のアメリカでコブだらけの斜面を誰が一番早く滑り降りることができるか競争しようという遊びから始まったと言われている。当初はホットドッグスキーなどとも言われていた。1979年から国際スキー連盟にフリースタイル部門が設けられワールドカップの開催が始まった。1986年に初めての世界選手権が フランスの T ュで開催される。オリンピック種目としては1988年カルガリーオリンピックで公開種目となり、1992年のアルベールビルオリンピックで正式種目となる。1995年にデュアル競技がワールドカップで採用され、1999年には世界選手権でもデュアル競技が行われた。世界選手権では 継続的に行われるデュアルであるが、ワールドカップではたびたび扱いが変化していて、2003から2004シーズンには、モーグルと統合されて、デュアルのポイントが、モーグルに含まれるようになったが、2005から2006シーズンにはデュアルが行われず、2006から2007シーズンになると、シングルとデュアルの総合ポイントで、モーグルの総合優勝を決めて、 さらにデュアル単独でも総合優勝を決めるという、やや複雑なルールとなった。2007から2008シーズンには再び、シングルと統合され、デュアル単独の総合成績はなくなった。語源は、雪のこぶ、デコボコを意味する言葉で、スカンジナビア地方、ノルウェー語が元であるという説と、ドイツ方言が元であるという説がある。なお、 ケンブリッジリクショナリーによればドイツ語でもノルウェー語でも、モーグルという言葉に、雪のこぶあるいは、でこぶこという意味はない。ありがとうございます。